テレポートでかわしたつもりだろうが、次は髪を切るだけではすまんぞ。ムーに無駄な血を流させる。シュライ、私がどかせてみせよう。か、神、この陶器で。このトーク、どうやら本気のようですね。私がどかせてみせよう。この陶器で。レディー、ハン。無駄なとこ。無駄なことない。それだけオーライクソ。急所は外しておきました。ムーほどの男、どかそうとしてどくわけもあるまい。やはり人思いに葬ってやるのがせめてもの情け。サガ、お前たちは本当に、泣いて、サガ。サガの心が泣いている。サガだけではない。神、シュラ、彼らの魂が血の涙を流して同刻しているのがこのムーンに感じられる。まさか、まさかお前たち。ムーよ、覚悟。サガ。あなたまでもがハーデス。まさか。人思いに葬ってやるのがせめてもの情け。レディー、ハン。
コスモの燃焼が足りません。これはまるで金縛りにあったように体が動かない。サガよ、もうよい。ムーの動きは今この私が封じた。ムーのとどめは私が刺す。お前たちは早々にアテナの首を取ってまいれ。はっ、では行ってまいります。くれぐれも言っておくが、12時間以内だぞ。それまでにアテナの首を取らなければ。分かっているな。はっ。待て。ムーよ、今までの私に対する反逆の数々、覚悟はできていような。だがやはり私はお前が可愛い。ゆえに私自身の手で苦しまずに殺してくれる。さらばだ、ムーよ。何？12級の日時計に火がついた。これは一体誰が？わしじゃ。老子。久しぶりじゃのう、シオン。どこ。243年ぶりじゃが、まさかこのような形で再び出会えるとは思いもしなかったぞ。我が友シオンよ、そして佐賀の乱で命を落とした教皇、その名もかつてのゴールドセイント、ハリエスのシオンよ。我が大恩あるシ、ハリエスのシオン。されどそのお姿は一体。このわしと同じ261歳のはずが、まるで243年前の前聖戦の時と変わらぬ若さじゃ。驚いたかどうか。これが冥王ハーデス様のお力なのだ。それに比べてどうこよ。おいたな、幻よ。何？わしがなぜ日時計に転化させたと思う？お前たちの命などあの日時計が消えるまでの幻。それはしよ、お前たち自身が一番よく分かっているはずじゃ。ムーよ。はい、老子。お前はすぐさま様たちを追うのじゃ。そしてアイオリアたちと共同してスペクターを一歩もアテナに近づけてはならん。
あの日時計が消えるまで12時間、その12時間は何としてもアテナを守り抜くのじゃ。体が動く。我が師シオンにかけられた金縛りを今老師が解いてくださったのか。このままわしが引き受けた。行けムーよ。はっ、では。頼む、どうかもう一度だけチャンスをくれ。今度は必ずアテナの首を取ってくるから。だからお願いだ、視界を送り返すことだけはやめてくれ。どうかハーデス様にお目通りを。頼む。ならん。ハーデス様が貴様らのようなウジ虫にお会いになるか。失敗は許されん。貴様ら二人はこの俺自ら再び視界へ蹴り落としてくれる。この天網星ワイバーンのラダマンティスがな。助けてくれ。いやだ、またあの死の国へ戻るのはもうたくさんだ。やめろ、やめてくれ。バカどもめ、これがかつてはセイントの中でも最強と言われたゴールドセイントとは笑わせる。これなら我がハーデス軍の増強の方がまだマシだわ。そこは視界への落とし穴、もう二度とさまよい出てくるな。ラダマンティスか。はっ、パンドラ様。何用か。ぜひ私をアテナのサンクチュアリへお使わしいただきたくお願いに上がりました。その件ならセイントの亡者どもに任せてあるはず。はっ、しかし奴らでは物の役には立ちません。たった今も二人ほど視界へ逆戻りさせましたが、所詮はハーデス様の餌に飛びついてるだけの連中。いたずらに時間を費やし、結局は全てが水泡に帰す恐れがあります。どうかこのラダマンティスに出陣の許可を。そうすればアテナの命などものの1時間足らずで取ってまいりましょう。なりません。ハーデス様は心優しきお方。ご自分の戦士スペクターが一人でも傷つくのをお好みになりません。しかしラダマンティス。はっ。お前はハーデス様のお考えに口を差し挟むつもりか。いえ、滅相もありません。ならば静かに待つのです。あと12時間も待てば我がハーデス軍は108人のスペクターを一人も失うことなくアテナの命を手にすることができるのだから。はっ。新たな聖戦の火蓋は切って落とされた。ライドラのゴールドセイントと老師の助けにより基地を脱したムーはサガたちの後を追って悪妖宮を後にする。それを見送り睨み合いを続ける老師とシオン。
実力の拮抗する2人が戦えば互いに消滅するかワンサウザンドウォーズに陥るしかない。2人は一歩も動けず互いに牽制し合うことしかできないのだった。主のいなくなった白陽宮で神宮宮に足を踏み入れたムーは壮絶な死に様のアルデバランを発見して衝撃を受ける。アルデバランの命を奪ったスペクター治安性ディープのニオベによってムーもまた窮地に立たされるが、アルデバランが死に際に放ったグレートホーンはすでにニオベの母体を破壊していたのだった。命を落としてスペクターを退けたアルデバランの魂にムーは改めてアテナを守り通すことを誓う。一方その頃いち早く金融宮を抜けていたサガたち3人は第3の宮掃除宮にたどり着いていた。かつての主サガが姿を消して以来長らく無人となっていたはずの掃除宮、そこで3人は予想もしなかったセイントに行く手を阻まれることになる。